形式図7550型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍した天田式蒸気機関車である。元は、北海道関接鉄道が、アメリカのアメリカンロコモティブから1904年産両を輸入した、車軸配置2から6から0端式に基等の、飽和式機関車である。製造工場は、スケネクタリ工場であった。 1905年の北海道関接鉄道の国有鉄道への編入に伴って国有鉄道席を得たものである。北海道関接鉄道時代は B7 型と称し番号は31から33であったが関接鉄道編入後は EF 型と称した。1909年の鉄道員の車両形式称号規定制定に伴って7550 型と改版された形態的には典型的アメリカ古典機スタイルで機関車部分は B6 型とほぼ同等である。ボイラーは第2感動で少し太くなったワゴントップ式であり、第2感動上に砂箱、第3感動上に蒸気ドームが設置されている。また当初から伝統式の全消灯を装備しており、 その直後のボイラー上に蒸気タービン式発電機を備えていた。淡水車の台車は三軸編、ボギー式で、ボギー台車は釣り合い両式である。当初の使用線区は、上川線、戸勝線、手塩線で、脚下両用に使用された。国有化後は、旭川、といネップ、浜釧路に配置されていた。1932年3月に全車が廃車され、 払い下げられたものや保存されたものはない。ありがとうございます。